毎度お世話になっております。ファイヤーエムブレム風化雪月実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。さて、現在レア様の聖域に土足で踏み込んできた西方教会の異教徒ども応殺しているところです。早く帰ってレア様に金をもらおう。まずはこいつからだな。戦技で一発で片付けるか。ツバメ返し、飛行の敵に有利、剛剣でいくか、剛撃か。弱らせてデッタに取らせるか。どっちでもいい、リンハルトでもどっちでもいいよ。ファイエル、オッケー。お、いいね。聖霊ス聖天魔騎士団レベルアップ。じゃあデッタちゃんはどうしようかな。デッタちゃん自分で殴っていた人生だったのに。え、何それあれ動けない、何これ、動けなくなってる。なんか食らっちゃってんな。何食らった、ステータス以上。どうしよう、攻撃もできないわけではないけど弓は撃てるよね。あ、撃てる撃てるが、これなんだろう、ドンムブ食らっちゃった。そんな攻撃されたんだっけ、ちょっと前のことなんで覚えてないっす。ファイヤー、倒しきれないな。どうするかな。まずったな。一発じゃ倒されないと思うんだけど、一発じゃね多分大丈夫だと思うよ。相手の攻撃力見てみるか。攻撃14、こっちの守備力が5あるから余裕ですね。まあ一発は耐えられる。じゃあリンハルトのレベルが上がりそう。ファイエル、滅と知れ。魔力、魔力欲しかった。よく育つんじゃない。なかなか魔力上がってくれませんな。よし、じゃあデッタ先生、狙撃じゃなくていいや。普通に鉄の弓だと2回はいかないか。鋼の弓かっこいいな。 OKOKOK、 好感度も上がりました。次回こいつを倒そう。んで援軍が来てんだよね。援軍が来てるからあんまりゆっくりはしてられない。さっさと片付けてしまいたいので、ドロテアの自分回復したいな。ペトラ、カスパル、この辺レベル結構上がってんな。こいつ鉄の斧、三すくみってなくなったんだよね、そういえば。舞台に上がるより緊張するわね。じゃまずはドロテアのトロン、惜しげもなく使っていこう。ドロテア、ビーム、強っ。勝ててよかったわ。100億万バーリーだ。すげえな。あ、大天使様にも認められるドロテアの美貌とこの破壊力。殲滅天使だな、ドロテアは。さっき前回もね必殺出したもんね。つえー、ドロテア先生、奇襲有利思います。よし、こいつを攻撃しようで、鋼で、お、2回いけるね。いいね、よし。相手の骨を立って肉を立つ。こちらの肉と骨は一切立たせない。これ防御力か。じゃあキャスパル、お、キャスパルも2回、お、4回もいける。素晴らしいでござる。キャスパルは斧 C 拳 C、 お、どっちもいけんじゃん。よしよし、いいぞ。うちの生徒は優秀ですぞ。
えのねえやつだったな。人を殺すのにもう躊躇ってもんはねえな、こいつら。おでに行かせてくれよ。よし、行け、おで。おではちょっと、あ、こいつ攻撃できないんだ。行け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 、どんどん。で、こちら側ですよ。こちら側ね、もうほんと心配ないからな。ただ回復がね、ちょっとできないのがね、難点ですが。こいつもライブしか持ってない。あ、いいね、殲滅できるね。では、誰にやらせるか。あ、ヒューベルとか。ヒューベルといいね。行きますか。人を殺したくてうずうずしてる声だな。フェルディナント・フォン・エーギル。とどめを取らせよ、ならば。鉄の槍。ほじくれ！よし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 。いい感じにほじくった。エガちゃんだとね、見せてあげる。手加減というものを知らないから、ここで戦うとちょっとこいつはダメージ感乗っちゃうから、エガガードしよう。ペオノだったら、あ、いい感じに削れる。チョン！よし。エガちゃんの場合、ちょっとかすらせただけで、瀕死の重傷を負わせちゃうかな。こいつの攻撃力はいくつ？一発で20ちょっと持ってくことはないでしょ。14、余裕。ヒューベルトは何気に守備も高いな。じゃあこの位置から撃とう。鉄の弓もあるんだっけ？使う？ああ、どうしよっかな。弓鍛えてんだっけ？そんなでもないな。魔法色一辺倒でいい気がするんだよね。ドーラ。刀を持たせるっていうのもね、かっこいいけどね。魔力高いな、ヒューベルト。お、いいね。力上がってくれると弓使った時の攻撃力上がるぜ。こっち来た。あた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 。あー、なるほど。この戦技じゃない、計略でベルナテッタ動けなくなってたのか。さすがに低温ので追撃は無理か。お、いいね。家計使いたい、これ。ちょっと家計使いたいな。フェルディナントレベルアップしそう。エガちゃんも行きそうだけど。鉄の槍。いける？あー、ちょっと足んないか。フェルディナントのステータスどう？あ、強いね。技がいい感じに伸びてんね。素晴らしい。エガちゃん倒せばレベルアップしそうだけど、ヒューベルトに経験値を上げて、あげたいな。じゃあ、最後は、こいつの最後は、ヒューベルトの粘液まみれにしよう。うわー、臭い、キモい。撃って誇るほどの敵ではありません。素晴らしい。よしよしよし。援軍が近づいてきてるから、とっととこいつを片付けちゃいましょう。あ、動けるようになった。できればね、接近 しないで戦った方がいいんだけど、デッタちゃんが人を殴るところを俺見たいんだよな。待って、魔法色の攻撃は届く？あ、大丈夫そう。よし、先生に見せてくれ。異教徒ども応殺するところ。デッタパンチ、デッタキック。いいって言うかと思った。よし、じゃあ行きますか。こいつ動かないのかな。動く気配を見せないよね。あー、動かないな、これ。ならば先に進もう。ちょっと待って、ヒューベルトに回復をさせてから。あ、そっか、リブローしかない。いいや、ライブで。回復量がね、ちょっと少ないよな。もうちょっと魔力を上げてくれないと。いくぞ。ヒューベルトは、じゃない、リンハルトは今動けないのか。あとはこいつのね、あ、これ、あ、ごめん。ラファエル出た。
に見えたわ。そんな色してるから。これペトラに渡してペトラが取りに行かせた方がいいな。物交換。ペトラに宝の鍵を、寄贈性1個ちょうだい。出して、回復はいらないな。廃棄出たから。お、精霊の粉、謎の粉末。これって魔力上がるんだっけ。あ、そうだね、魔力か。誰に、あー、リンハルトかな。リンハルト魔力上げてあげたいな。でも俺も魔力必要なんだよね。スカウトするのに魔力が必要だからな。ヘスティア、ヘスティアじゃねえ、誰だっけ。ヘスティア、そんな名前の子いたっけ。あの結城葵ちゃんがやってる子。声優の名前は覚えてるのにキャラクターの名前覚えてないっていうね。まあいっか。とりあえずみんな、あ、動いてたわ。行こう行こう。待機で、あと攻撃できるやつはこいつだけだよね。魔法を打つ。トロンだったら多少は通る。相手女の子か。西方教会め、ごめん。せめて安らかに。俺の勝ちだな。大天使に殺されるという、あ、なんで俺ラファエルに、ラファエルに止めさせたんだ。経験値入らないのに。あ、いや、優しさですよこれは。天使にやられるということは天国に行けるということですからね。ありがたく思いなさい。ちょっとラファエルとさ、俺好感度上げたいんだけど、全然一緒に戦えてないっていうね。どうしよっかな、今からやる。とりあえず俺は先に行くぜ。俺じゃねえ、ラファエルは先に行く。神の拳は効くであろう。で、ペトラ、ドロテア、キャスパル、誰が一番経験値。ペトラか。ペトラでとどめを取るか。鉄の剣でいける？あ、いいね。火の精霊、加護感謝します。オッケー、騎士団レベルアップ。いい、ぶっこう上がるのいいね。ペトラちょっと力弱いからな。剣士ってやっぱ弱いのか、今作でも。不遇だな。ソードマスターで強かったのって誰だろうな。あんまりソードマスターで強かった人っていないよね。バルケ先生とかは強かったけど。敵に追いつかれそうなんで先に行こう。うん、動ける、リンハルト。 OKOKOK。 先生を回復させてあげてください。ありがとう。お、いいね、セイロス騎士団もうちょっとレベルアップしそう。えがえがえが、この辺の人たちまで回復させてリンハルトの肥やしにする。ていうか援軍倒せるだけの余裕あるなこれ。どうかな、囲もう。あんま囲めないな、ここ。ここ行けないのか。あ、行けないっぽいな。謎の魔導士ドーラしか装備してないけど。闇の初級魔法ダークメイジとかかっこいいけど技がしょぼい。どう、あ、倒しちゃう。どうしよう、倒しちゃうな。俺で倒しちゃっていいかな。これ勝利条件って何でしたっけ。敵将の撃破か。じゃあこれ来るやつ倒すか。経験値欲しいな。そうだね、経験値もらおうぜ、せっかくだからな。あと動いてないのは俺だけ。じゃあ終了。来いよ、こっち来いよ。
ロロテアさんもこっちやって、魔法が効くかどうかわかんないな。いけいけ、俺はちょっとラファエルとの好感度をね上げていきたいからさ、ラファエルと一緒に叩けてんだよ。リンハルトちょっとやばいな。下がって自分の回復をしよう。自分の回復は持ち物でしかできないな。あれこれもしかしてライブって、あ装備か、あリザイアがあるな。敵に効くかどうかがわからんね。ファイヤードーラー、あーこれ連発されるとやばいな。連発されるとちょっときついか。そうだね、どこに飛ぶ ?9、12、14の2発、28。カスパル、それでは死なないけど。12と9で21。21か。まあ、大丈夫でしょう。この1、この1かな。うん、弓に持ち替える。ああ、そしたら接近戦されるだけか。いやらしいやつめ。終了、まあ、何かあっても幼女パワーで時間を戻せばよいだけだ。ごめんよベルナデッタ、あとで好きなだけ殴っていいから。そいつカスパルは追撃受けるのか。絶対に許さん、お前ら。じわじわとなぶり殺しにしてやるもんか。リブルを使おう。ここを開けて、お、いいね。でラファエルをここに入れて、これで経験交換度上がるかな、多少は。俺、ま、あ、ちょっと待って。俺、魔法使えたな、そういえば。あれ俺、魔法使えなかったっけ。あ、回復魔法が使えるだけか。あ、じゃあ、ベルナデッタの回復をしてあげよう。俺、なんで使えないんだ。ん？装備が必要？所持魔法って、これどうなってんの？装備しないといけないのかな？ちょっと待って。持ち物、あれなんで使えないのこれ。おや、いいあるはずだよね。使えないのは職業のせいか。これはもしかして職業で使えないとかっていうのがある、そういうこと。マジか。回復できると思ってた普通に。なんということら。戦技使うか。旋風槽倒せば問題ないね。よし、力、あ、技いいね。貴族にとっては当然の成長だ。む、さすが貴族的な男だ。ヒューベルトがこれ倒せないかな。どうだ、お、倒せる、やれ。普通に攻撃通る。ご苦労様でした。オッケー、これでみんなレベル7を超えた。ままならぬものですな。いやいやいや、魔力お化けですよあなた。みんな7いったかな。ニーハルとかいってないか。ドロテア、カスパル、ペトラで切って、あれそんなにダメージいかない。鉄の銅の剣は、あ、追撃受けちゃう。戦技
計略反撃か、うーん、戦技、これでその程度なんだな。あ、銅の剣でやれば、あ、でも追撃受けるよな。カスパルで倒せればいいけど。危ねえか。いや、まだいける。ちょっと怖い。ちょっとどころじゃないな。戦技じゃなくて計略で攻撃しよう。うん、私一計案じます。これで倒せるか。お、いいねいいねいいね。おお、素晴らしい。戦い、身も心も強くします。チキいっぱい、チキ。これでこいつどうなったの。特にステータス以上は分かんない、見てなかったし。これでカスパルがこいつを倒さないと死ぬ。怖い。外れたら怖い。あ、これだったらいけるな。パンチ。あ、あ、え、あ、あ、よかったよかったよかった。そう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 。そうだった。あれ？見事な動き、敬服です。ビビった。そっかそっか、追撃かと思ってた、あれ。ちゃんと見てなかった。じゃあデッタさんで取る。エガちゃん経験値上がり、レベル上がりそうだけど、いや最近弓あまり使ってないな。弓使うか。で俺が取るか。弓だとね、まだ連撃がいかないんだよな。よし、お、いいね。ラファエルとの仲も深まるぞ、みんなで。俺に任せとけ。賞賛はあった。よしよしよし、じゃあエガちゃんで倒すか。もうできるだけ好感度上げたいから、みんなちょっとエガちゃんの周りに集まろう。よしよし、俺も好感度上げたいからこの辺にいるか。うん、ヒューベルと魔法でどれくらいいく？防御力落とすか。そうだね。スライムで遅いわ、封印は間もなく解けよう。そういえばこいつらの狙いって何なんだろうな。こいつだけ生かしておくか。口を終わらせよう。とにかく拷問だ、拷問にかけろ。オッケー、速さ欲しい。経験を積めば成長するのは道理さ。魔法王かな。魔法すごいな。よし、じゃあヒューベルトでちょびっとダメージを与えて、で曲者だと死んじゃうよね。あ、死なない。曲者だったら死なないのか。いいぞ。この曲者って俺貫通してないかな。大丈夫かしら。よし、じゃあエヴァちゃん、とどめをいただくのです。エヴァちゃんパーン。あ、エガちゃんパンチ。これが私の力よ。だー、すげえ。私は強くなるわ。右側全然上がってねえけど。手遅れよ。封印はすでに解かれた。お
お主らなど。な、この剣は。お、あ、これなんだっけ、雷帝じゃない。あ、炎炎茶した。これもらっていいのかな。炎を受けて錆が取れたとか。こいつ結構余裕あんな。てかファイヤー使ってなかった今。歯向かう者にはそれ相当の報いを。レア様に逆らう行いは死ではない。滅と知れ。その剣、まさかいつらく見つけたり。喋った。あ、帰った。何なのあいつ。逃げられたわね。それより先生のその剣どうして。おや、棺の中にあった剣ですな。輝いていますが、それではまるで。ヒューベルトが珍しく焦ってる。侵入者はここかって、あれ、まあ大体片付いてんな。あれ、カトリーヌが持ってる剣とは違うのか。あ、そうだよね。カトリーヌの持ってる剣は両刃に帽子掛けの突起がついてるんだもんね。俺のとはちょっと違うか。物ども、生き残ってる侵入者ども、残らず踏んじばれ。いません。女神最短の儀襲撃戦。え、そうなの。カスパルそんな頑張った。まあいいか。天帝の剣を取得しました。やった、超強そうじゃないこれ。ゴンブドが持つと真の力を発揮し、蛇腹状に。あ、これあれか、レア様がまだ若い頃に使ってたやつだ。見知らぬラスボスカッコ仮おじさんを48箇所刺し殺した時に使ってたやつだよね。蛇腹状に伸びて遠くの敵を攻撃できる剣です。不思議な力を宿しております。ゴンブトが休日に休養すると耐久が回復します。どういうこと。俺のメンタルに影響するってこと。やった、中二剣手に入れた。ありがとうございます。